を見てもらいます。レンナよ、バトルロワイヤルの正しい戦い方監修 DR 法推進委員会、潮洋学園3年 B 組の皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。今日皆さんは幸運にも今年度バトルロワイヤルの大賞クラスに選ばれました。おめでとうございます。ありがとうございます。ではこれからお姉さんがルールについて説明します。放送の中ではどのエリアが何時から危ないということを教えますから、もしそのエリアの中にいる人がいたらすぐに外に出てください。はい、元渕君、生き残ったら家に帰れるんですか？帰りますよ。ただし最後の一人だけな。あ、それからもう一つ大事なこと、このゲームにはタイムリミットがあります。3日間です。3日戦っても最後の一人が決まらない場合、全部の首輪は自動的に爆発します。ではこれから一人ずつ教室を出て行ってもらいますが、その前にこのバッグを渡します。中には水と食料、地図とコンパス、懐中電灯と武器が入っていますので、後で各自確認してね。絶対にそんなことにならないようにね。